こんにちは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、福島県、福島市の福島駅、東口に来てます。これからですね、福島の、繁華街、中心街っていうのを歩いていきたいと思います。今日の日付はですね、2022年の4月10日、日曜日ですね。時間はですね、11時50分、午前11時50分ですね。ではですね、街を、歩いていきたいと思うんですけども、今ね、人が結構集まってるんですけども、なぜ集まってるかはちょっとわかんないですけど、円盤餃子のお店が人気あるんですかね。でこれが JR の、福島駅の改札ですね。この改札があって、新幹線は福島駅からこう、仙台方面の方はね、まだ、運転を取りやめてる感じだと思います。多分4月半ばぐらいからね、全線開通するっていう話だったんで、それまでは代替バスかなんかが出てるんですかね。JR の福島駅の在来線の方の乗り換えですね。今日はかなり暖かくて 27.9 度、夏日ですよね。花が結構綺麗に咲いてるんで、花をテレビ局のかなんかの人が撮影してるのか、こんな感じです。で西口の方もね、あるんですけど、ちょっと自由通路、地下を通ってね、東口と西口行ってできるみたいで、西口の方はね、今日は割愛するというか、東口の方を中心に、歩いていきたいと思います。よく見ると村長松岡町ですね。左の方を歩いてみましょうか。
この左側が駅の方ですね。駅と反対側の方に向かって歩いていきたいと思います。この辺も飲食店が両側にある通りですね。夜は結構賑やかなんですかね。この辺も飲食店が多いですね。正面に文化通りという商店街があるみたいなんで、そこをちょっと歩いていきたいと思います。ちょうど今昼ご飯時なんで、あそこにも結構行列ができてたりしますけども、金宮焼酎、何屋さんなんですかね。寄り道近道、好きな町、文化通り。バーがあったり、天ぷら屋さんがあったり、こっちも飲食店が多いですね。洋服屋さんとかもあります。
なんかいい雰囲気の通りです。ちょっと歩いていきましょうか。夜歩いた方が良かったかなと思うんですけども、今回はね、予定的にこう福島市はこの日中に歩くことになってるんですけど、次回はねこの辺り夜歩いてみたいですね。この辺で商店街なんですね。盗難防止装置ですかね。水餃子の店に人が並んでるんですね。して左側は結構大きな神社があるんですけど、何神社なんですかね。福島稲荷神社。建物が結構面白い形なんですけど、北浦商店街っていう商店街みたいですね。ちょっと右に曲がって世良修造の監修墳墓、幕末長州藩士なんですね。ちょっ
と言われは長くてですね、読めないんですけども、読まないんですけども。これ左に向かって歩いていきましょうか。これがさっき歩いた文化通りの、橋、南の橋、北の橋、ちょっと方角がですね、東の橋ですかね。この辺は屋根のあるタイプのアーケード商店街ですね。なんかおしゃれなお店が多いですね。こういう雑貨屋さんとか美容室とか、温泉を温めていきます。モビルが使用不能になったみたいですね。前田の地震の影響とかなんですかね。結構下だけ見てるとね、リノベーションされてて綺麗なビルに思うんですけど、上の方を見るとかなり老朽化が進んでいるようなビルなんで、壁にひび割れがすごいですね。なんかいい雰囲気のビルなんですけど、ちょっとあれは危険そうですよね。
産業が好きさ、小島。なんか昭和の雰囲気でいいですよね。ではこの辺で、撮影をね終えたいと思います。なんか花見山公園という多分桜の名所かなんかですよね。ちょうど多分京都が見頃だと思うんですけども、福島警察署を写しながらね撮影を終えたいと思います。こっちの方がいいのか、向こうのね山並みが雪が残っててねすごい綺麗なんですけど、それがうまく撮れてるかどうかわかんないんでね、こっち駅の方ですね。ではね、この辺りで、撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですねチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。